ダーグ湖の位置、ダーグ湖はアイルランド島で3番目に大きな湖。南北に長く、幅が狭い形態で、東はティペラリー県、北西はゴールウェイ県、南西はクレア県と接する。シャノン川流域の湖の一つ。湖岸の町村はガリーケネディー、ポルトゥニナ、キルラロー、バリナ、ドロミニア、デリーグラス、マウントシャノンである。 レジャーボート、セーリング、釣りで有名である。シャノン川と合流する地点は、1927年に、その急流から、当時世界最大の水力発電所アルドナクラ社の建設地となった。19世紀、ダーグ湖は、アイルランド中部の運河を通り、リムリック港からダブリンをつなぐ、重要な交通の動脈であった。航区間は、最長4 0にもなり、 ダーグ湖は現在もセーリングや釣り同様クルーザーやその他のレジャースポーツで人気がある。リムリック大学は湖岸のキルラローにレジャー施設を設置しており、カヌー、カヤック、ウィンドサーフィンやヨットなどの目的に使用している。ダーグ湖に浮かぶステーション島には、 聖パトリックの煉獄と呼ばれる聖パトリックが神に導かれて見出した煉獄に通じる洞窟が存在したという。かつては島に洞窟の入り口を管理する修道院があり、カトリックの巡礼地となっていた。ヘンリー二世地下のイングランドでベネディクト会修道士のソルトレーのヘンリーが表した聖パトリキウスの煉獄譚が評判となり、後に フランスの詩人、マリード・フランスが、騎士応援として因文に翻訳したことから、聖パトリックの煉獄の存在がヨーロッパに広まった。オランダの修道士が、煉獄には普通の洞窟を上回る、珍しいものは存在しないと上進したことから、1497年の聖パトリックの祝日に、ローマ教皇の命令によって洞窟は破壊された。しかし、 聖パトリックの煉獄の伝説は、アイルランドの不思議の一つとして、今日に至るまで語り継がれている。ありがとうございます。